マッスルして。この真ん中から背中から最強へ。道ですからね。最強への道に。ブルコンです。佐々木です。オス。オス。ササコンです。はい。はい、決まってる。ササコン企画第4弾。第4、そうね。第4弾ですね。はい。これ何ですか？4かな？わかんない。まあそうだ。皆さん見ていただいてます。はい。で今日はですね、はい、2人でやるのもまあいいんですけど、まあ、1人こうモデルね、モデル、言いたかったこと、モデルですよ、代名してあげました。そう、モデルがいた方が分かりやすいかなと。そうですね、見てる方が分かりやすい。そうって思いまして、はい、本日はゲストをお呼びしております。はい、はい、アイドル黒帯女子です。アイドル黒帯女子です。黒帯女子です。ああ、コントロールしてるから大丈夫。今日は、黒帯女子の丸山、丸山さん、丸山さん、もうね、すごいんですよ。何が？応援してますとか、可愛いとか。ロッツさん、すごいですよ。知らんまん。コメントでね、レナちゃん頑張ってめっちゃ書いてます。そう、書いてある。前回の動画かな。うん、全関東空手の選手権大会先週ですね、終わりまして。結果は、2回戦負け、3位ですか。3回戦負け、不戦勝だ。不戦勝だ。で、どうでした？まあ、もうここから始まるんですけど、全関東を終えてということで、試合の方は。いやずっと待って、どっか感情が大丈夫か。いやー、さっきまで、緊張してる。あっ緊張いないやん。な、あの、敗因はどこやったんですか？ずっと改善されなくて。はい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 。というのも、まあ、前回の動画でも言ったんですけど、はいはいはい、接近戦がうまくできない、うん、はいはい、というのと自分の長所を生かせてない、うん、なるほど。接近戦になったらどういう風な心理状態になっちゃうんですか？わからないで、行くぞ行くぞとなるけど、なるけどうまいこと押せない、押せないですし、押されるし、はい、あ、ボディとかは効かされたりっていうのはあんまりない。ないです。あんまりない。ない。打たれ強さはいらない。それそうっすよ。そうなんで。振られても。踏まれてる。踏まれてるし。そうっすよね。まあ、ということは、まあ、その、押し切る力、インファイトで押し切る力がいると。で、逆に長所はどこなんですか？長所は、中距離から長距離の。はい。伸びてくる、回しでくる。はいはいはい。技は得意。あ、1回戦目の試合とかも3連チャンぐらい蹴りのやつがハイキック入ってから何やったかな、なんかして最後ミドルバーン追いかけて、そう追いかけて、ああいうのは結構良かったよね。ああいうのはもっともっと出せたらいいかなと思いました。はい、でですね、今日はササコンから見た黒帯女子の、黒帯女子ということで、先生プロトレーナーから見てですね、はい、レナちゃんのあの試合どうだったんですか？上半身起こされる、うん、だからこうなるでしょ、うん、多分画面消えちゃう、はい、こうかなってなったら何やっても効かないよね、うんうんうん、で下げさせられるだけっていう感じが多いのかなっていうパターン、うん、インファイトが弱い人って、うん、打たれた時にこう腹筋っていうか背中っていうかをぐっと使いすぎて、うん、結構こうスタミナが消耗したりとかするから、もうちょっとやっぱり体が起きちゃってるからっていうところもあると思うんですけど、うん、まあ、自力からっていうか、うん、打たれても押されない、うん、押されるときは体ごと動くぐらいの、なんかこの体幹の強さみたいなのが必要なのかなっていうふうには思います。そうですね、それが圧倒的に苦手かなっていう、はいはいはい、感じはするっすね。なるほど。だからそういうのを食らわないで自分で使うところはうまいじゃないですか、はい、だから体の使い方はね、下手じゃないですか、お見てる感じ、はいはい、ただ何かその外的な余韻がこう入ったらむっちゃうなる、おー、ふざけた、あ、そうっすね、へー、っていう感じはするっすね。これは上半身の力なんですか？下半身で、これはもうこっち書いてあるんですよ。ああ、こっちですね。はい、はい、後でちょっと今、ああいう、後でちょっとやりましょうか。はい、で、その下はちょっとフルコンさん、まあ、これはまあフルコン的なんですけど、やっぱりもう、これは今日の動画ではやりませんけど、パンチがやっぱり回っちゃってるかなっていうのがあって、やんねえのかやって思われてます。まあ、次回やりますわ。あのパンチ効かせようと思ったら、やっぱストレートのパンチ、うん、特に負けた試合のあの相手の子って、上からのこの胸のパンチっていうのが、まっすぐ突き抜けるようなパンチ、うまいこと打ってたんですよね。でそれに対して押されちゃうようなんで、うん、逆にそれマスターしたらどんどん使える、うん、レナちゃんのパンチってパンパンパンパシーンみたいな感じで
全部ここで終わっちゃってるかなっていうのがあったので、これをちょっと、まあ、やっていきましょう。じゃあまず今日この下半身が起こされて、上半身が起こされてというところで、うん、改善法、右側ですね。そうですね、ちょっと、はい、改善法、はい、前回の、ラッシュの時の動画でもやったんですけど、腹圧を高めましょうって、はいはいはい、まずこれがないと上体を起こされるし力入らないんですよ、はい、前も言ったと思うんですけど、基本ここだからさっき言った近くで押し切れないとか押されちゃうっていうのはここがベースから始まってくるっていう、腹圧ね、腹圧を高めましょう、はい、で前回腹圧とはっていうの書いてあるはずなので、はいはい、それは前回の動画ちょっと見てもらって、はい、っていう感じです、はい、でからそのまま動きましょうっていう、はい、腹圧に入った状態で、そうっていうのは前回の動画のおさらいを含めやります。はい、であとは正しい姿勢を覚えよう、うん、猫背とかになってると人間って力入らないですよ、はい、なんでじゃあどの姿勢がいいのかと、まあ、いい姿勢と悪い姿勢と、はい、っていうのはちょっと覚えてほしいなって。なるほど。でそれをキープするためにいわゆる体幹鍛えましょうよ、はい、っていう感じの2本立てです。なるほど、はい、この姿勢とか腹圧とかっていうのは、まあ、達人の、ね、手術の藤原先生の動画もよくあるんですけど、はい、すごく重要、はい、でそれでパンチが効くか効かへんかも決まってくる、うん、なんか喋ってもいいですよとにかく黙ってますよ、コントロールされないし、まあ、とりあえずやってみましょうかね。じゃあやってみます、はい、押す。さっき、はい、トルコンさんがこう押されるんだったら体ごといけって言ったじゃないですか、はいはいはい、反っちゃうのよくないよって、はい、っていうのは要はここに力が入ってないからこうやって反るんですよ。なるほど。ここに入ってたら押されたらまっすぐのままこのままいかんなんですね。うん、だったらこれだったら新しい、要は距離取っただけじゃないですか、はいはい、まあ見た目は良くないかもしれないけど空手上の、はい、ってことはまた入ってけど打てるし、ただ距離を空けただけっていうことになるんで、はい、そういう状態を覚えさせたいんですよ。じゃあね、押される時って腰のあたりっていうかお腹のあたりがすごい細ばゆいっていうか、はいはいはい、力入らねーみたいな感じで押されるんですよね。はいはいはい、じゃあどう、そういう感じじゃないですか。なんか浮いてっちゃう。あ、そうそうそう、気持ちがね、気持ちっていう体が、気持ちそうやね、気持ちが体がただ単に上ついてるだけではい、それでなんで、これ、この格好のままの方がいいですか、トレーニング、どちらですか、うん、T シャツの方がいい、道着、下は道着のままでいいから、はい、はい、で、まあ、こっちは見やすいんで、はい、この格好になってもらいました。はい、で、まず、仰向けです。で、前回の動画でもやってるんですけど、一応レナちゃんでもやります、はい、で、腰の下に手を入れてほしい、そう、こんな感じでね、腰の下に手を入れて、で、この手のひらを腰で潰すイメージ、そう、あ、で、前回の動画で言ったかはちょっと分かんないんですけど、力抜いて、もう一回ね、できてるとここが上がってくるイメージです、うん、もう一回、力抜いて。そう、今これ上がったの分かりますか、はいはい、逆に、力抜いて反るように潰してみて、あ、そう、これダメ、今こっち上がったの分かります、なるほど、腰の部分を落として、はい、腰が落とせると骨盤がなこっちに上がってくるから、はいはいはい、もう一回じゃあ反って潰して、これお腹が上がってくるじゃないですか、はい、お腹が見てはダメです、ね、あ、そう、これダメパッティン、はい、パッティンですね、はい、はい、潰す、はい、そう、で、ここ入ってるの分かる、で、前回これも言ってるけど骨盤のこの出っ張りの横のところがちゃんと入るようにする、はい、が一つで、この状態が作れたら作れたら、じゃあおへそ見ます、はい、かかと5センチあります、これ前回フルコン動画でこれもやってる、はい、で、足の上下する、そうです、で、この時にこっち入らないようにするには股関節でコントロールしましょう、はい、股関節だけフルイメージ、そうするとこっちしか抜けるでしょってなると余計ここ入るのが、はい、うん、で、あと呼吸止めない、はい、っていうのが基本の、腹圧高める僕がやってるトレーニングになります、はい、で、この状態、今覚えた、はい、覚えた、で、じゃあこの状態で動けるようにしたいんですよ、うん、けど、じゃあさ、いきなり立ってやってもいいんだけど、じゃあそれだとよくわからないっていう人はちょっと立って、膝立ちしてもらって、なんでも、あ、ごめんなさい、何でもいいんで、はい、ストレッチポールあればストレッチポール、はい、別にこういう棚でもいいです、はいはい、押せるやつ、はい、で手を前に伸ばして、そうで、これを押す、押して、で、猫背にならないように体まっすぐして、
そう、で、下にグッと押してそうするとさっきの範囲が分かる。はい、分かる。これ2つ目の体幹を覚えようでも使えるんですけど、はい、これでグッて押して力入れると、で、離してこれ離して、はい、で、手だから、手当たらないんですよ。で、ここめっちゃ入ってるのか分かんない顔してます。もう一回、もう一回グーって押して、グーってしてます。そんなことならない。で、入ると分かる、はい、で、そのまま入れたまま手を離していく。あ、はい、分かる、分かります。なんでしょう、入るでしょ、はい、で、力抜いて、じゃあこれ、力抜いた状態ってどういうことかって言ったら、はい、これ反るの分かる、はい、こう反るでしょ、はい、じゃあ、はい、もう倒してみて、はい、入った、はい、はい、じゃあ離して、そのいや、前に来たじゃん今のがすごい、ちょっとまだ前に来た、やらせじゃねえかよ、いや、本当にいいねって言えないやつ。オッケー。そう。で、分かる。はい。さっきと同じ強さだけど、行きづらいの分かる。私、止まれるでしょ。私、行くとしたら、もっと下から動きたくなる。さっき、なんて言うんだろう、上の力抜いて。これだと、この、なんかこの辺でさ、うん、から後ろに、で、止めようとするじゃん。でも、もう一回、この力を入れて、で、押されると下から動きたい。分かる。ってなると、要はこれが上体を起こされない状態じゃないですか。はいはいはい、はい、1個で、この状態のまま動けるようにしましょうよ。なるほど、全然違うのかな。が入るでしょ。だったらここが安定してるから、めっちゃ入ってるめっちゃ入ってるから いや、いいとこいいとこ。よく、なんか腹圧入れましょうとか、はい、腹筋力入れましょうって言うと、この辺入れるんですよ、みんな、うん、要は割れてるところ、はい、なんだけど、じゃなくてこの下のところに入るとむちゃくちゃ安定するし、呼吸できるんですよ。呼吸できるでしょ。でもこっち入れたら呼吸できなくなる。だから疲れるんですよ。ふわーってやると疲れるし、あと何より猫背になるんですよ。で、猫背になると何が良くないかなんですけど、はい、次の正しい姿勢を覚えようのところに行くんですけど、はい、レアちゃんさん、こうやってみて、で、ぐーって猫背になる。これ猫背じゃないですか、はい、で、これ押すから耐えて、無理じゃん、無理、なんとか分かる。猫背って基本力入んない状態なんですよ。おお、そもそもこれでってことははいはい、うざばたですね、ただのいじめですかごめんなさい。で、何が言いたいかって言ったら、はい、猫背になると力が入らない、うん、力が入らないってことは地面からの力が伝わりづらいんですよ、はい、逃げていくんですよ、はいはい、だから急攻撃はできない、うん、し、さっきの理論で言ったら耐えれない、後ろ反らされちゃう、はいはい、っていうのがあるんで、じゃあもう極端だけど、このちょっとだけ胸を中にグッて入れる感じ、下に落とす、これでいくよ、押すから耐えて、うん、分かる、おお、すごいやん、思い切りやんないと、いや思い切りやんないもう一回丸まって、もう一回丸まって、猫背になって、猫背の時って多分本当にこれちょっとで弱い、むちゃくちゃ弱い、重心が高くなるからっていうのもある、もうあるとは思うんですね、はい、ただ力絶対入んないですよ、はいはいはい、もう一回どうやっていって、そう、あ、全然違う、頑張って押したはいはいはい、っていう感じなんで、正しい姿勢を覚えるってすごい大事、はいはい、なんですね、はい、で、一応骨で支えられる正しい姿勢っていうのが耳、はい、肩、はい、この骨盤の足の骨の出っ張り、はい、と、まあ、膝の裏と前の間ぐらい、はい、とくるぶしがまっすぐが一番いい、骨で支えられるいい姿勢と言われてですね、はいはい、いい姿勢って言われてるんですよ。ただ、まあ、体はね、ずっとこれは取っても無理なんで、はい、どっか屈折しないで、できれば前に行くんだったらこのまま行ってほしいし、まあ膝曲げるのはしょうがないんですけど、はい、どっかしらの重心点はまっすぐしてほしい。膝はもうしょうがないんで、はい、くるぶしとか股関節とか頭とかが一直線になってれば、ある程度まっすぐになってるって耐えられるんじゃないかな。じゃあその正しい姿勢を覚えましょうで体幹鍛えましょうか。なるほど、はい、
そういうことですね。そう。でも体幹を鍛えるの方法は？はもう一般的なよくプランクとかあるじゃないですか。はい。から入って全然いいと思うんですけど、はい、体幹これやったことある？はい。プルコンさんは？何それ？このプランク。プランクね。あ、ありますよ。あれどんくらいできます？プルコンさん。2分ぐらい。あ、なるほど。これ典型的なダメです。あの長くやる必要ってなくて、はい、多分効果的なことやったら20秒30秒とかできついんですよ。ぜひこれみんなやってほしいんですけど、はい、2分って体幹鍛えてるっていうよりただ支えてるっていうだけなんですね、はいはい、じゃあちょっとレアちゃんポーズ。レアちゃんさ、はい、これ今どこつらい？腹筋がなんとなくつらいみたいな、はい、でも1分ぐらいできそうでしょ、はい、できそうでしょ。はい、よ、違う。で、ただ持ち上げるだけだと、ただ踏ん張るだけなんで、はい、まあ、いい姿勢取れてればそれだけの効果なくはないんですけど、はい、でも、殴られる力とか伝わるわけじゃないですか、うん、だから耐えなきゃいけないんで、はい、耐えるぐらいのものをできるぐらい強度を高めたいんですよ、うん、で、じゃあどうやったら強度を高められるかなんですけど、上げてみたいな。で、頭を前にグーッと出して、で、同じぐらいかかとも遠くに行って、じゃあ、かかとを遠くに。で、さらに手をこうやってでしょ、ここでグッと引いて、ここへ入れました。やったら全部つらい。つらいです。つらいの？つらいの？全然鋭利に面白くない。で、ここ落ちないようにする。落ちない、まっすぐ、そうそう、これでまっすぐできるはずなんで。じゃあもう一回説、もう一回言ってください、はい、どうしたらいいですか？要点をまとめます。要点は簡単です。頭のつむじあるでしょ、はい、をこっちに引っ張らせる。前に。前に。で、同時にかかとを後ろに行かせる。はい、そうすると引き裂かれる力が入る、はい、で、さらに手をここをグッて両方引くってやるとここの背中も力が入るんですよ、はい、ってなったら、うん、どこ辛いって言ったら全部辛いでしょ。お、このお腹から背中からめっちゃ辛い。めっちゃ辛いです。はい、近づいて。これ1分無理でしょ。無理です、無理。へえ、なるほど。で、要はここはいわゆる体幹の部分、はい、体幹って、簡単に言っちゃえば手足抜いたものなんで、はい、の部分全部入るんですよ。あ、で、こういう注意点としては、もう一回言って、腰反って、これダメ、辛くて、はい、この要は腰反ってるの、はい、反ってるのはダメですよ、はい、で、そう、で、逆に上げすぎてもダメですよ、はい、そう、で、戻して、あと手のつく位置をもっと下にしてみて、そうそうそう、これもダメ、肩に入るから、めっちゃ硬いでしょ。入ります。だから正規のポジションから引くっていうことをイメージするっていうんだよね。そう、引く、そう、引くっていうイメージ。ほんまに引いちゃったらダメなんですね。ほんまに引いちゃったらダメです。はい、上げて、で、頭前出して、かかと遠くで引いて、で、ここ入って、そう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 、オッケー、めっちゃ綺麗。はい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 、この状態。で、これを先生、どのぐらいやったらいいんですか？20秒、あ、3、まあ、できれば30秒。30秒？5セットぐらい。5セット休憩は何秒ぐらい？休憩は30秒できる。30秒、30秒、30秒、あ、違った。1分、まあ、辛ければ20秒やって40秒休むとか。はいはいはい。で、全然いいと思います。おお、これだいぶ変わると。これ、力の入れ方が分かります。なるほど。はい、あ、ここは力入ってれば自分の体まっすぐになるんだな。はいはいはい。この、ま、この辺のね、はいはい、っていうのが分かるんで、はい、これすごい大事です。シンプルですけどね。はい、はい、ということで、はい、本日は第1回目でございます。腹圧と体幹と姿勢、はい、まあすごいシンプルと思うんですけど、はいはい、どうですか、やってみて。腹圧とか、うん、普段は考えたことないので。そうやね、腹筋をもうギュッとするとしたら、はい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 、考えてなかった。でも結構さ、自分が体勢崩されてる時の嫌な力の入らなさが多分出てきてるはずだ、やってると。だから、ああいうのをそのトレーニングすることによって普通に入れる体を作っていけば、より最強へ、道ですからね、最強への道に、はい、近づけるからということで、まずは今日は第1回で終わりたいと思います。先生、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。ではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。おっす、めっちゃすんですね。黒帯女子です。おっす言えよ。おっす。もうきついわ、もう10ぐらい年離れてるので。パンチを効かすのが必要なんですよね。ちょうどいいやつです。ちょうどいいやつだった。足を上げることによって